はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビシです。では今回は信長の野望天下蘇生パブキットの続きをプレイしていきたいと思います。領土をですね、畿内方面へと進出させていっているんですが、未だ三好の勢力が強くて、これとうまく折り合いをつけながらというところなんですが、そうは言ってもやっぱり三好を削っていかなきゃいけないので、今回その続きになります。で、前回ですね、武田信虎、これを登用して大筒を持たせたんですが、まあこれが寝返りやがってというところで散々な結果になってしまったんですが、やっぱり戦力は削っていかなきゃいけないので、今回はね、三好のこの式山、ここを取りに行きたいなというふうに思っています。じゃあまずは式山を攻略するためにというところになるので、早速やっていきましょう。商人はですね、鉄砲をまず買っていきます。ちょっとね、買います。で、大筒も欲しいとこなんですが、大筒を買う余裕はないので一旦やめましょうというところですね。ん、木曽福島に家康が攻め込んだか。まあ兵を出しましょう。兵を出すのはここから、そうだな、常ちゃんあたりに兵300で十分だろう。まあ一応ね、援軍を出しましたよというその素振りだけです。実際に今武田と戦う余裕はない。小谷からはちょっと引き上げてもいいのかなって気もするね。こうなってくると小谷にわざわざ人をね、置いておく必要があるのっていうところはあるかなって気はしますね。松永久秀、引き抜きで言うと誰か引き抜ける。三好は無理だからね。能力もさておいてというところだけど、どうなんだろうね。内容工作は信長、いや光秀にさせよう。さらにここは信長にさらに内容させましょうと。あとはですね、どうしてもやっておかなきゃいけないのがいくつかある。おお、左近がいる。左近のところはじゃあできるかもしれないっていうことを。よし、左近が来たね。よくやった、でかいよ。あと文化はともかく、内政どうしようかな。人事だね、まあ、忠誠が低いものを中心に金を積みましょう。三井とかもね、忠誠をガリガリ上げていかないと、金を積んででも90以上は常にキープしたいよね。で、あと2回残ってるんで、せっかくなんでやれることはやっておきたいですよね。まずは大名との交渉とかっていうのはさておいて、民中避けても微妙だしな。破壊、式山の破壊、これを誰にやる。元信あたりどうできる。うわ、まあしょうがないよな。まあじゃああとは鷹狩りでも入れとく。忠誠微妙だな、みんな このあたりはたまるぐらいだけど、たまるのためにさ、たまるのためにっていうのはちょっとたまるのと、ね、ご子息の方に申し訳ないけど、さてそしたら軍勢の数はそれなりにいるんですが、結局のところある程度引き抜き内容決まっていかないと勝ち目がないからな。内容は
松永久秀は十分だな。内容しそうなやつがいるかどうかがわからないけど、どうだろう。山名の家臣であれば三好とはまだ疎遠の可能性はあるよね。多い阿波の皇族か。まあもともと三好は阿波地元ですからね。中村、一門衆を味方に引き入れるのは不可能だと思った方がいいんで、ちょっと森下あたりに揺さぶりかけてみる。まあそうなるよな。となれば破壊工作でもしとくか。破壊工作を入れて、で次のターンで一気に仕留めよう。で、戦闘に出すものに関しては惜しみなく。この辺りをねやらずに、前回大筒をそのまま明け渡しのようなものになっちゃったからね。常に忠誠は100の状態をキープ。東洋はワケベか、まあ、ワケベあたりもいないよりはマシっていうね。ワケベはダメ。いやー生意気だな。 OK だ。おっと家康が武田に城を奪われたか。このままだとちょっとピンチだろうな家康としても。まそれはさておき、一度式山に兵を出します。成政が弓、久秀、まあしょうがないか。半兵衛はどうなの。正社持ってるけど、やっぱ槍のがいいよなって気がするけどね。ここも正社持ってるけど、やっぱ金である程度槍を用意する必要があるけど、ここだと秀吉と久秀だけ槍は。成政はささすがにちょっと長槍持ってきてよ。で弓が3、槍が3、左近が騎馬という編成ですね。あもうちょっと槍欲しいからな。となると正社が2、破壊、鉄壁、だったら半兵衛は槍を持ってもらおう。これでどう。式山に立てこもったわけだな。であればいつものことにはなりますが、まずは敵を挑発、おびき出しましょう。お任せくだされ。で敵が出てきたところをカッコに撃破。でおそらく敵援軍も出してくると思うので、任せくだされ、任せくだされ。左近をちょっと伏兵としてこの辺りに置いておこう。よし、打ち取った。いいね、悪くない段取りできてるよ。そしたら左近を投入しよう。
せくだされ。確実に、ちょっと待ってね、確実に敵部隊を仕留めにかかる。帰らせるわけにはいかんと。仕留められずか、まあ、でもちょっとでもやっぱり敵は削っておきたいからな。敵部隊壊滅いたしました。そしたら一度全軍に撤退命令を出そう。まあしょうがないね。一旦戻ってきて回復しましょう。で秀吉も戻ってきて士気を回復したら、再び敵の数は残り3000か。まあ多くはないけど、まだ戦うにはちょっと苦しいかな。少し陣を先へ進めましょう。では3倍の兵力を用意してるんで、なんとかなる数ではあるんですけど。出てこないな、敵の方は。さあ総攻撃をかけていきましょう。隊を二手に分けて、矢倉を攻める部隊と先へ進む部隊で分けます。矢倉はただ硬いね、思ったより全然。確認してる。
敵部隊壊滅いたしました。撃ち壊せ撃ち壊せ、とかかれ。天守にこれで入れそうかな。サコンがちょっと時間かかってるのでようやくか。そしたらあとは天守を攻めて終わりですね。式山を確実に取れたというのは大きいな。できれば殺したくなかったけどな。ここで処刑するしかないね。よし、さあ式山は取りましたというところだね。まあ三好を駆逐していく必要があるので駆逐していきましょう。じゃあまずですね、配属で式山に入れるその武将を決めていきます。安土からやっぱり入れていくしかないんで、式山にはワケベ、南條たまり、まあ、この3人かな。あとは信頼できる人材も入れたいんだけど、上司としてね、戦国成政、勝家のところの信盛だな。あとは定勝、まずは南條ではなくてここは定勝でしょうよ、どう考えても。足軽大将か。まあそうなると定勝じゃなくて信盛になっちゃうのかな。ちょっと待って、ね、そもそも番頭と大将だと大将の方が上だと思ってるんですけど、そこがそもそも合ってるのかって話だよね。もし番頭の方が上だと話全然変わってきますよね、おそらく。ちょっとそこだけ確認しないと、まあ、なんとも言えないな。例えば足軽大将が上だったら信盛でもいいと思うし、逆に足軽組頭だったら当然定勝なんですよね。信長の最初期の頃から信長が本能寺で倒れるその時まで仕えてた少ない武将の一人が定勝ですからね。京都諸子大まで勤めた。やっぱり大将の方が上みたいなんで、ここで言うと組頭ではなく信盛だね、上司は。でこれでよくて、安土城は安土城として、まずはいつもの気になる論考、まあ、ここは大丈夫だね、忠誠全部入っていると。じゃあ続いて交渉で言うと商人は来ていませんというとこなんで、計略で内容
もう入ってるか。そうなると引き抜きなんだよな。室町御所、総合、総合さんは強いからな。まあ、そうなるよね。荒木村重は、荒木村重、これは信長自ら行こう。信長もダメか。となるとまあ破壊工作をして御所の防御を下げるとか敵の防御を下げるとかそれくらいしかないかな。しょうがないね。商人がいればせめて鉄砲ぐらいは買いたかったんだけど、その鉄砲も買えないとなると、御所を攻めましょう。信虎、総合、藤田か。そうそうたる面々だな。敵の方も数正が鉄砲で出れると、森吉成も槍で出ますね。で五六でしょう。秀吉はもちろん槍となるとバランス的には悪くないけど、勝家が両番できるんだったら両番で出てほしい。足の速いのが欲しいんで、やっぱり。さあ御所から出てきたと。まずは野戦で敵を蹴散らそうじゃないかというところだね。敵の動きがわからないけれども、とりあえず敵が出てきたな。どういう動き？敵の動きがわからないな。とりあえず船を出させるなと。藤高をまずは壊滅させよう。そっからだな。よし。でこっちはこっちで任せくだされ。お任せくだされ。よし、悪くないね。前哨戦はこちらが圧倒的に有利に進めてるんで、続いてまたこれが小出しに出てくる。しかも総合か。押し出せ。壁を作ってしっかり総合体を逃がさないというのが重要だな。総合体は帰っていく。挑発だけ。何しに来たんだって感じだけどな。そうすると敵のこちらの戦力はどうだいと。まあそれなりなんだよね。もうちょっと削りたいよな。これはまた総合体か。そうなると総合体を逃がしたくないので、勝家を伏兵として隣に控えさせよう。
で懐深くまで敵を引き寄せる。いや今度は敵はどっちから来る。こっちだな。前進。逃がすなよ。総合体は足が速いな。何がしたいんだ、奴は。釣り出されるのは危険なんで、戻りましょう。さてどうしたものか。ちょっと身動きがお互い取れてないよね。敵の本陣の方に行くか。そしたら半兵衛を残して出陣していきましょうか。半兵衛だけは本陣に入れます。これで敵がどう動くかですね。トラを打ち取る。かかれ、かかれ。よし、目論見通りだ。敵をじりじりと削っているぞ。そしたらあとは全力で身を主体だな。敵の大将を取る。お任せください。誰が壊滅？秀吉だな。そごう隊、どれが一番削りやすいかだな。数的には総合体が一番少ない。誰が壊滅？カズマスは生きてる。
一度撤退か、しょうがないね。まあ御所は硬かったけど、それなりに削ったので収穫はあったんじゃないですかね。2回3回と当たりをかけていけば、まあやれなくはないかなっていうところは見えたんじゃないかと思います。引き抜けないか村重は。荒木村重はクリスチャンだからね。アシナもそれなりに勢力広げてきてるな。私はまだまだ強いな。敵の本陣をね、なんとか釣り出したいんだけど、よし、そしたら敵の本陣に入ろうとしていた三好長慶が本陣じゃないところに移動してるんで、これ叩こう。本陣に戻れるルートがないはずなんで、三好がね。間違ったか、この戦い方。敵の大将さえ倒せば終わりなんでね。まずはぶっ壊して砦にこもって士気を回復したと三好長慶それを倒すっていうのが一番手っ取り早いんだけどな。どうだろう。分かっている。
味方の部隊が分かっている。さて、三好よ三好、三好を逃がすなよ。取り逃すか。これ取り逃したくないな。残り400まで削ったんだけど、残念すぎるな。信虎はせめて壊滅させよう。そこからだな。放て。いや、戦い方の発想は悪くなかったと思うんだけどね。長吉があと600でしょ。前進。押し出せ。だいぶだいぶ削ってきてるんだけど、まだまだ硬いね。次こそ5勝落とせるかな。だいぶ削ってきて相手の戦力もダウンはしてきてるはずなんですけどね。ちょっと日本の地図でもう一度5勝見ておきますか。武将11人まだいるもんね。それなりに時間はかかりそうだな。まあ味方が先に疲弊するか、敵が先に疲弊するか、ちょっと微妙なところだと思いますが、次回もじゃあこの続きプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。